友久智です。台湾で20年生活する日本人が、その間に台湾独特の面白い文化を発見しました。台湾原住民の遺跡、最も古いもので5万年前と言われています。彼らはここ最古の住民、台湾各地に分布し、今では16部族になります。彼らが初めこの何もない島で生活をしてきたのには必ず秘密があるはずです。イノシシはここを通ってここを避けて直に住みます。おお、いや何かいたみたいです。なんかでもすごいわ、元気ですね。今日は僕と一緒に新通のウーフォンでタイヤ族の原始生活を見て、絶対台湾を探しに行きましょう。新築5法のタイヤ族の原始生活サバイバル編。トモさんが巨大な原木しいたけを取り、人生初のしいたけの刺身を体験。地元の長老の指導でハッケの網で魚取り、予想外の豊漁。少しずつ台湾先住民タイヤ族のハンター技術を学び、トモさんは原生活を乗り切れるだろうか。今度ここでは何をするんですか？狩猟は弓矢だけではできません。別の手で獲物を引き寄せます。罠を仕掛けるってことですか？後ろを見て。ここは我々が仕掛けた罠でムササビやリスなどの小動物を取れます。全くどういうふうに使われるかわかんないですよね。ではこちらへ。はいはい。こんなところにワイヤーが出てきました。これを輪っかにして、ここに固定するんですね。はい。そしてこの中を通ると捕まるってことですか？通るときこの仕掛けが動いて弾けます。実はムササビは飛ぶことができません。飛べないんです。でも漢字で書くと飛ぶネズミって書くんですよね。でも結構飛ぶんじゃないですか？飛ぶネズミと言いますが、実際は飛べません。滑空するんです。出てきました。これ本物ですか？本物の標本です。例えばムササビってさっき飛び移るってことで。リスと違って、こういうとこはムササビも歩くんですか？彼らは餌を探します。例えば木に葉っぱがあれば我々は橋を架けます。ムササビはここに来てもリスと同じで登ろうとはしません。怠け者なんです。ここへ飛んできたムササビはこの橋を目にしてゆっくりと登っていきます。やがて頭が輪に入り突き抜けようとすると、これが動いてこのように一瞬にして捕まり、このようにぶら下がるんです。ぶら下がるんです。これちょっと怖いです。こういう具合で捕まるって、よく考えてありますね。続いて第2の罠を仕掛けてあるところらしいんですが、これ地面に小さい頃に遊んだようなパチンコのなんか Y の字のものが刺してあるんですけども、これが罠なんですか？これは石圧と言います。じゃあこれはどういうふうにして使うんですか？昔はお年寄りはこの仕掛けを国葬の下とか家の周囲に置いたものです。家の周りに置きました。っていうことは地面を歩くものを捕まえるってことですか？例えばネズミとか地面を走る小動物ですね。まあなんか名前だけ聞くと石の圧力っていう風にちょっとなんかすごい名前なんですけども、このまあ木だけでその石がどうあるかどうかってのは僕には分からないんですが、石はここです。これすごい大きい石ですよね。すごい重い。これをどういう風にして使うんですか？これを使います。はい。あ、餌を使って、はい。さつまいも。ちょっと小さく切って。必ず餌でおびき寄せます。さつまいもを使います。これなかなかその角度をうまく掴まないとしっかりと固定できないんですけども、これって絶対2人いないとできないですよね。その通りです。これは起きにくいのでテコの原理を利用して仕掛けます。はい、これ本当にちょうどいい角度と、まあ、重さがうまくかみ合ったところで、まあ、こんだけ重い石を固定できるんですけども、でこれ今餌が下にもうセットされてるので、これを食べたらもうぺちゃんこってことですか？そうです。まだ別の作業があります。ちゃんとセットしたらお年寄りは芋を少し削り取ったら噛みます。歯で噛んだものをそばに置きます。それはこうナイフで切っただけじゃダメなんですか？これで匂いがつくんです。ちょっとこれが今からどのようになるか見せて、はい、いただくということですけども、ネズミはここに来たら近くの餌を食べます。食べ終わるともう餌がないので登ります。登ってこれを食べる。食べた途端石が落ちてくる。落ちてきたら果たしておぺしゃんこですよね。これ次の、まあ、罠をっていうことなんですけども、これどれだけ掘ればいいんですか？なるべく深く。そろそろいいでしょうね。かなりまあ硬い土なんですけども、まあ、昔はこのスコップとかシャベルとかなかったので、こういった、まあ、木の枝を使ったりもう直に手でこう掘ってたらしいんですが、なかなかこういうとこ難しいですね。石が中に入ったりするので、はい、でこれでも穴を掘って何を捕まえるんですか？これで大型の動物を捕まえます。イノシシとかヤギ、キョンが捕まえられます。動物の足を捕まえるんです。動物の足です。おお、あ、そうなんです。なのでこれがついてるってことですか？必ず仕掛けます。これを、はい、どのように使うか教えてください。この罠を仕掛けるときは急いで行います。仕掛けたらすぐにここを離れます。そうしないと動物の嗅覚が鉄の匂いや人間の匂いを察知してここに近寄ろうとはしません。これも必要です。これも仕掛けです。穴を開けて仕掛けが済んだらバネを仕掛けます。場所が分かりますか？バネを仕掛ける場所が分かりますか？ここです。あ、こんなところに、はい、これです。イノシシを捕まえるには太い竹と太いワイヤーが必要です。さっきの小動物と違って、まあ、竹も太いですしワイヤーもすごい太くなってますよね。特別なのはワイヤーの中間に小さな輪があることです。この竹の輪をぐっと押さえて、かなりこれ起こして離します。離すと固定されました。動きません。はい、これでうまく引っかかりました。仕掛けが終わったらこれで何をしますか？これ竹の切れ端ですよね。これは伝統的な踏み板です。ここれをこうやって置きます。おお、これ穴を隠すってことですか？仕掛けたら必ず隠さないと察知されます。動物に踏ませるんです。これを動物に踏ませるんです。はい、枯れ葉ですね。葉っぱをかぶせます、かぶせたらこの輪をここにセットします。同じようにセットします。同じようにこれも同じく、この枯れ葉を使って、そのワイヤーとかが見えないように。はい、完成です。これでじゃあまだこの周りに餌をまいたりするんですか？いいえ、動物の通り道に置きます。通り道を見つけて置くんです。仕掛けが終わりました。ではあなたに問題を出します。ではこれがイノシシの通り道だとして質問です。なぜお年寄りはここに木を置いたのでしょうか？分かった。例えばこう通ってる時にこれがあるとここで止まるっていうことですか？いいえ、確率を高めるためなんです。イノシシは3種類の道を嫌います。木の根がある道と石がある道、それにこのような木がある道を嫌います。イノシシは木の根があると転びやすいので、見つけると反射的にまたいでいくんです。またぐんです。これを踏まずにまたぎます。よく考えてますねこのワイヤーを隠します。どうするか、できるだけ見えにくくして察知されないようにセットをしていきます。これをつけることって全然もうわからないですよね。じゃあ実際にどのようにして捕まえるかを見せてください。では少し下がってください。イノシシはここを通ってこれを避けて直に踏みます。急いで急いで。いや、何かいたみたいです。なんかでもすごい元気ですね。しちゃったんですね。これ大丈夫ですか？イノシシはここを通ってこれを避けて直に踏みます。一瞬のうちに足を取られます。今本当にもう踏み入れた途端に一瞬のすごい一瞬の間でこう竹が戻りました。これで捕まるってことなんですけども、いやすごい迫力でしたね。ちょっとびっくりしました。このワイヤーに気づきましたか？本物のイノシシを捕まえた場合、イノシシは非常に力があり、おそらくこれをこことここをすぐに寄ってしまうでしょう。だからこのワイヤーを設置しました。サブロープですよ。ここに結びつけてから伸ばして別の木に結びつけます。ただこの木は小さすぎるので、こんな細い木はやめて後ろの太い木に結びつけます。もしこれが折られてもイノシシはここに引っかかって逃げることはできません。いや、よく考えてますね。一つ失敗してももう一つの手で逃がさないっていうしっかりとした捕獲方法ですけども、先ほど弓も教えてもらいましたし、3種類の、昔からすごい使われている、罠の仕掛け方も教えてもらいましたので、これから捕まえに行きたいと思いますけども、一体どんな、動物が取れるかすごい楽しみです。これから早速、その狩猟に出かけたいというところですが、その前に何か大事な儀式を行わなければいけないそうなんですが、どんな儀式を行うんですか？一番重要なのは祖先との対話です。私たちは東の太陽が昇る方向を向きます。こうすれば私たちの安全が守られます。はい、じゃあどのようにするんですか？お酒を用意します。説明しましょう。先住民の儀式は草を置きます。草を置いて祖先を敬います。葉の緑色は穏やかな意味で私たちの心を表します。タイエル族の言葉です。日本人がこれは祖先との対話です。祖先はお酒を飲み、我々はここにいます。それはつまりお酒と祖先の言葉をみんなで受け取り、みんなが仲間の平安と無事を祈り、お酒をここでまきます。みんなで、これをシェアして、この無事を祈って、帰ってこれるようにということで、みんなで少しずつ回し飲みをしてるんですけども、今、狩猟の場所に着いたんですけども、これからちょっと気をつけなければならないことを、お伺いしたいと思います。必ずまず祖先と話します。だからこの神の刀を持ちます。これを持つことで私たちみんなが安全になります。山に入る時、そこが自分たちの土地あるいは領域ならそこを越えてはいけません。もし越える時は主人を探して話し合いを行い、酒を酌み交わします。つまりあなたの山に入るのを許してもらうため酒を飲むんです。今日とかってなんか何が取れるとかっていうのはあるんですか？イノシシなどでしょうね。いずれにせよ取れれば幸運です。これが導いてくれます。これでも結構鋭くて、僕も子供の頃結構これに切っちゃった覚えがあるんですけど、もしこれで切ったら山には入れません。帰ってもらいます。怪我は不吉を表します。はい、できます。イノシシの足跡だよ。ここで食べたんだ。ほらここにもイノシシはミミズを食べるから、山に入ったら足跡を探します。ここからこういうふうに通っていったんですか？イノシシはほらこの草から向こうまで行ったんだよ。草がこうなら向こうへ行ったよ。これは大きいよ。100キロ近くあるね。おお、100キロ。深く掘ってるからね。行きましょう。もう一つ、イノシシのいた形跡が残ってるそうなので、ちょっと見に行ってみたいと思います。お結構下まで降りていくんですが、このイノシシは向こうから上がってきて、ここを掘り起こしてそっちへ行ったんだよ。根っこを食べてる。これだよ。この根っこを食べるんですね。ちょっと歩いただけでもう2つも、2箇所もイノシシの形跡が、あるところが発見できたので、いやちょっと期待できるかと思うんですが、あんまりそういうことをね言っちゃいけないそうなので、ちょっと頑張って取れるかなっていう感じですね。急いで。いや、何かいたみたいです。今これしっかり固定されましたけど、これどうやってカゴに入れて運ぶんですか？担いでもいいよ。山に入る時は担ぐか背負うかだね。背負っていくっていうんですけども、これ例えば耳とか噛まれないですか？噛まない。本当に大丈夫だよ。背負いますか。とっておきのレシピで作った原住民の泡酒です。これは一般に液体のケーキと呼ばれます。いや、まさにそのこと、まさにそのものだと思います。乾杯。急いで急いで。いや、何かいたみたいです。これって罠に、この罠にかかっているってことですよね。イノシシの通り道に仕掛けた罠に足が引っかかって捕まったんですよ。これ大体これどのぐらいの何ヶ月ぐらいのイノシシなんですか？大体1年だね。1歳くらいだ。この罠ってもう罠はどのぐらい仕掛けておいたんですか？3、4日だね。おわ、なんかでもすごいわ、元気ですね。いやでもなんか縛り方にも多分コツがあるんですよね。普通になんか勝手に縛ってるわけじゃなくて、なんかこう順番で。伝統的な縛り方じゃないよ。おおお、動くな動くな、しっかりしっかり、動くな。手を怪我したな。もうなんか僕も手伝うことはできないので、もう応援するだけしかできないんですが、今これから年季の入ってる方の結び方を見せてくれるそうなんですけども。もうこれで大丈夫なんですか？ここを縛るんだ。ここじゃないぞ。縛る場所もなんかポイントがあるそうで、関節の上を固定すると一番いいっていう風に。今これしっかり固定されましたけど、これどうやってカゴに入れて運ぶんですか？担いでもいいよ。担いでもね。山に入るときはこれじゃダメだ。担ぐか背負うかだね。あ、背負っていくっていうんですけども、これ例えば耳とか噛まれないですか？大丈夫だよ、大丈夫。いや、目を壊しって結構怖いんですけど。背負いますか？背負えるかね。あんまりしたくはないですけど、できますよ。よしよし、動くな。いや、これとこれ僕が背負っていくんですか？僕がはい、重い。はい、大丈夫です。おお、すごい。いや、大きさがそんなに大きくなかったんで全然いけるかなと思ったら、全然重いですね、これ。気をつけてあげないと。じゃあもうこれで降りちゃっていいんですか？はいはい、ではゆっくり引きましょう。じゃあ、はい。おお、いや、先ほどもイノシシの足を縛るときにすごい大変な作業だったんですけども、ちょっと今噛まれて怪我をしちゃったんですね。これ大丈夫ですか？大丈夫。はい。あとなんかイノシシになんか蹴られてませんでした？蹴られました。大丈夫ですか？大丈夫です。いや、多分ここですごい痛いとか、もうどうしようもないとか言えないので、大丈夫っていうふうに答えられたと思うんですけども、いや、これほどあんな小さなイノシシでもこれほど大変な作業ってのは皆さんにも分かってもらったかと思います。皆さん、これ僕の今持っているもの何か分かりますか？これ殻のついた泡なんですね。これ、原住民のいるところ、皆さんのいるところに来たら必ずと言っていいほど聞かれるものって何か分かりますか？そうですね、泡酒、シャオミイチョウ。今日はその作るところを教えてもらえるそうです。こんにちは。こんにちは。僕も初めて今回その、泡酒作るのを、見せていただくんですけども、これ今もう、これ殻が剥いてある泡なんですよね。これは台湾ではキビ米と呼ばれ、甘みがあります。大体その泡酒を作るのってどのぐらいの時間が、1から最後までどのぐらいの時間かかるものなんですか？今は7日もいりませんが、昔は半年かかりました。いや、そんなに時間かかるんですね。やっぱり だからあれだけ美味しいものができるんですね。今の製法の第一歩、泡を洗って水につけます。つける時間は3時間ほどです。それから炊きます。炊くのは1時間ぐらいで、それから冷まします。冷めると菌の繁殖が始まります。その後樽に入れて発酵させます。昔は菌がなく発酵に時間がかかりましたが、今では5日から7日、早ければ 2,3 日でできます。菌はとても重要です。いい泡酒はアルコール度数が7から9度、甘みと酸味、香りがあってとっても濃厚なお酒なんです。これ今僕の前に置いてある、これは何が入ってるんですか？これは木製の樽で、これですでに泡のご飯を蒸しました。はい、わ、これどのぐらいの量今蒸してあるんですか？5キロ近くですね。いや、5キロの、はい。温度は常に30から40度保ってこそ菌が繁殖します。今少し暑いので軽く揉みます。熱すぎると菌が死んで発酵が不完全です。じゃあ冷たいご飯でもダメってことなんですか？いいですが発酵の時間が延びます。じゃあちょうどいい温度でやらないと、ちょうどいい、時間のものはできないってことなんです。今の泡酒の製法は昔とちょっと違います。乾きすぎてうまく発酵しないときは水をあえて加えることにしています。水分を調整するんです。これもちょうどその比率があるんですか？ 600g で 200cc です。それから少し軽く揉みます。そうしないと発酵したときに酸味が出ます。そうなんですね。揉んでおくと甘みが出てきます。じゃあ僕も一緒に、はい。だいたいこの量の泡で何本ぐらいの泡酒ができるんですか？泡と酒の量は同じです。そう。3キロの泡なら5本です。続いて600gの泡に麹を10g、はい。この麹を入れた後また手で混ぜます。均等に、はい。揉むんです。こねたり押したりせず、こうすると均等になり、その上発酵に適した温度になるんです。作業が済んだら桶に移して発酵をさせます。5ヶ月から7ヶ月かかるということで、先に準備しておいてもらった泡酒がこちらにあります。で、じゃあこちら今からどういった作業をされていくんですか？絞ります。自宅で味わうのであれば絞る必要はありません。布を通して押さえれば飲めます。ほわもう開けてる時もそうなんですけど、すごい香りが。とっておきのレシピで作った原住民の泡酒です。はい、じゃあいただきます。この甘みと酸っぱさっていうのは、もち米と泡を入れることによって出てくると言われたんですけど、この味とかっていうのは比率を変えることはできるんですか？調整できます。きび米の酒は酸味が強いので、丸いもち米を加えると強い甘みと相まって甘酸っぱくなります。もし絞らないと酸味が強く、絞ると甘みと酸味がミックスします。ですから自分で調整することができます。原住民の皆さんのいるところには必ずあると言っていいこの泡酒、美味しいですね。なんかこの甘みと酸っぱみがちょうどいい具合で、本当にお酒っていうのも皆さんが飲み物っていうのは分かるような気がします。これは一般に液体のケーキと呼ばれています。いや、まさにそのものだと思います。じゃあ乾杯。早期の原住民の暮らしでは、今は皆さんが使っているような食器がなかったために、地元にあるこういった自然のものを使って食器を作っていたそうです。ということで、僕の目の前にあるこの太い竹、これを使って僕も今からお椀を作ってみたいと思います。僕も普段からちょっとノコギリを使ったりすることもあるので、大丈夫だと思いますが、はい、切りました。上の部分はもう切り終わったので、これから底の部分を作っていくんですけども、この節があるところ、それをちょっと下げて、切っていきたいと思います。はい、これでお椀の、完成です。これはお椀なんですけども、他にこういった何ですか、カップ、飲み物を飲むようなものがあるんですけども、じゃあ例えば箸とかもあるんですか？ありますよ。おお、作り方を教えてください。はい、箸は大抵細くて長さはこれぐらいです。はい、わ、これわ、ナタで、はいはいはい。箸の重さは自分の好みで、だいたい5ミリぐらいですね。はい。おこれやっぱ僕も前にその竹を切ったことあるので、切れたら少し削ります。こうやって削るんです。削ります。頭の部分はこうなるように削ります。削っていきます。本当に箸の形を作るように先を細く削るそうですね。4つの角をつけたいときは下の部分を直します。軽く削ります。こうすると手を傷つけません。一応こういう感じで大丈夫だそうです。なんかちょっとまだ先の細さがうまく調節できないんですけども、竹筒ご飯です。白いのはもち米、黄色いのは泡です。あ、はい。これどのぐらい入れるかっていうのは決まってるんですか？後で水を入れるので少なめにします。米は熱を受けると膨張していっぱいになってしまうので、少し揺らして均等にします。これでももち米は食べたことがあるのでわかるんですけども、泡とこのもち米が一緒になった時ってどういうふうな食感に、はい、なるんでしょう。はい、これで。では水を入れます。普通のご飯と同じです。はい、はい、だいたい先ほど見たらこのぐらいですね。ちょっとお米などをちょっと超えるぐらいの量なんですけども、これを蓋にします。この葉っぱで蓋を作るんですね。はい、これで完成です。これを炭のそばに置きますが、必ず向きを変えないと下が真っ黒に焦げてしまいます。早速火にかけに行きたいと思います。すごい量の、これはイノシシです。これはマーガオソーセージです。鶏肉を削って先端を尖らせてイノシシの肉を焼きます。こうやって肉を通していきます。ここは椎茸です。お年寄りがこれを発明したんです。野生の芭蕉の幹を取ってきて、ここに串を通すんです。刺した後、ここに竹を置くと落ちないんです。今ここで火が起こってますけども、これは何をするところですか？我々の伝統的な釜を使って蒸すんです。さつまいもやかぼちゃをね。これどういう風にしてじゃあ作られるんですか？さつまいもなら炭じゃなく石を使います。熱くなった石をここに置いて、その上に食材を、さつまいもを置きます。では始めましょう。お、これ大変な作業ですね。もう暑いし煙いし。芋を置きます。置きます。直に置きますよ。はい、もう直接。はい。先ほどの石を乗せます。あ、はい。温度が高いので手ではつかまないで。はい。でこれで。釜っていう風に言われてましたけども、これだけで釜の効果があるんですか？まだです。別の作業があります。これを使います。ほわ、こんなに大きな葉っぱ。これをどうするんですか？これを。はい、わ、この上にかけて、これでも葉っぱをかけることによってどんな効果があるんですか？保温効果があります。保温効果があるんです。あ、焼けたりとかしないんですか？焼けますよ。でも枯れ草のようになるだけで、中の温度そのものは変わりません。へえ、わかりました。はい。これが済んだら土をかぶせます。おお、周りから埋めていくってことですね。すっぽりかぶせます。はい。これでどのぐらいの間、加熱するんですか？30〜40分です。蒸しさつまいも、どんな風に仕上がるかすごい楽しみです。はい、火ももう。十分に大きく起こされたので、じゃあ早速まずこの先ほど準備した竹筒のご飯の方から調理したいと思いますが、これはどのように火にかけていったらいいんですか？ここに置きます。あ、この石の前に。わ、皆さん見てください。これすごい量の。これは何の肉なんですか？これはイノシシで、これはマーガオソーセージです。あ、この原住民、ここでならではの、香辛料ですね。マカオというものが入ってるんですけども、それと見てください。この肉厚な取れたばっかりの椎茸です。これを今からこの炭で焼いていくそうです。お、こんなに大きな竹の串、これに刺して焼いていくってことですか？そうです。鶏肉を削って先端を尖らせて、イノシシの肉を焼いていきます。こうやって肉を通します。でまずこの上にここは椎茸です。椎茸の傘を通します。少し高くして完成です。これでずっとこうやって焼くんですか？お年寄りがこれを発明したんです。野生の芭蕉の幹を取ってきて、ここに串を刺すんです。刺した後、ここに竹を1本置くと落ちないんです。直接この幹に、バージャオの幹に刺して、でここに、はい、この竹に寄りかけて。いや、これだったら全然大変ではないですよね。この待っていて、時々ひっくり返せばいいんだと思いますが、はい、じゃあこれがもうだいぶイノシシの肉から脂が落ちてますよね。一体これがどういう風に焼き上がるのか、すごい楽しみです。待ちに待った、食事の時間ですが、見てください、こんなにたくさんの料理が目の前に並んでます。いやー、これでもどれから食べていいかわからないですよね。これは山菜の水餃子で、中身は鍋菜です。これは先住民の集落でしか食べられません。はい、じゃあいただきます。結構たくさん入ってますね。これをご紹介しましょう。そうですね、先ほど、泡の多月ご飯です。素材の味が生かされています。あ、すごい、いい香りがします。美味しいでしょ。もち米は食べたことあるんですけども、この泡を一緒に食べるっていうのも初めてなんで、すごい楽しみなんですけど、もち米に泡を加えています。もち米は50年前は非常に重要な作物でした。最近2年我々は泡の栽培を再開し、成果を上げています。もち米はすごい柔らかいんですけど、この泡はちょっと食感がまだ残っているので、2つの食感が楽しめるんですけども、噛めば噛むごとに口の中にちょっと甘さが広がっていくような感じがします。歯応えがあって美味しいでしょう。すごい気になってる椎茸なんですけども、これは椎茸ですね。椎茸なんですよ。すごい持った感触もすごい重くって、原木椎茸ですね。どうぞ。今朝収穫したものなので、とっても新鮮です。ご自分で焼いたものですよ。いかがですか。少し塩を振っただけで、他には何もつけていません。すごいシンプルな味付けなんですけども、いや、これ肉厚ですごい食感がいいですね。これは午後に取った魚です。なかなか大変だったそうですね。ご苦労様です。本当に。さあ、どうぞどうぞ食べてみてください。苦労して捕まえた。さあ、みんなも一緒に。これは栄養豊富な台湾発酵魚です。いただきます。すごい淡白な味なんですけども、しっかりと、なんていうか、肉の食感もこんなに小さいのに、ちゃんとしっかりと噛み応えがありますよね。そうです。どんどん召し上がって、自然の中でやっぱり育った魚って全然違いますね。すごい、全然臭みもないです。それとあと、今日のメインと言っていいほどのこのイノシシの肉なんですけども、豚の肉って普段食べることはあっても、イノシシの肉ってなかなか食べることないですよね。しかも先ほど後ろの火で、直火で焼いた、その場で焼いたイノシシの肉なんで、一体これどんな味がするのかいただいてみたいと思います。油とその肉のちょうどいい割合で、塩だけで味がつけてあるんですけども、噛めば噛むほど肉のうまみが口の中に広がりますよね。マーカオソーセージです。地元の人が大好きな山胡椒、つまりスパイスです。どうぞ食べてください。どんな味がするんでしょう。これマーカオって言われて、こう食べてみると日本の山椒にちょっと味が似てますよね。ちょっとこれソーセージ、台湾ソーセージも大人の味にすごい変わってる感じが、します。これ初めての体験ですけども、マカオ、日本でいうその山椒、ちょっとピリッとしていて、なんか香りもすごいいいので、これは僕もおすすめです。伝統は部族の、ルーツで、土地は部族の命と言われて、まあ、僕も今日ここでいろいろな体験をさせてもらって、ここでのいろんな生存方法やそれに関わる知恵なんかを見せていただきましたが、やっぱりこういった長い歴史を積んで残されてきたものはやっぱりこれからもしっかりと保存していってほしいと思います。今回僕ここの全く違った世界ですごいいろいろな楽しい経験をしてきたんですけども、本当に今日はもう自然の恵みを受けてすごい楽しい体験ができました。ありがとうございます。乾杯。いただきます。乾杯。